そうだね、まあ、ケヤンさんにあえてこう、ね、伝えることっていうと、なんていうんだろう、目標を持ってね、向かえば必ずそこへ、うん、近づけるっていうことだと思うよね。頑張ります。目標を持たないと絶対行ってみたいなとか、海外へ出てみたいなぐらいでは、そうですね、それは無理です。そう、あなたなんか、ね、何十年とこう、うん、苦労したわけだから、もうね、もう少しね、もうぼちぼち楽な、いいタイムで迎えてほしいな。もう、いまだに北京の空港着いて、果たしてちゃんと迎えがいるんだろうかっていうのが最初の試練ですからね。大抵いないからね。またいねえよ。それって嬉しくない？向かいがいないのが俺意外と嬉しいね。そしたら自分でタクシーで行って、だからそこなのよ、それを楽しめるかどうかっていう、ね、ホテル空いてるとかって言って、ほいで部屋取って、そしたら電話来て、お前どこにいるんだよ、何言ってんの、もうホテルにいるんだろうな。それ楽しめる人は大丈夫。俺だからジャッキー・チェン映画さんっていうのも、空港着いたらやっぱ誰もいなくて、マジかいないわと思って、ドロシーって向こうの子が現地のアシスタントに電話したの、出ないわけですよ。もうしょうがないから、初めてジャッキーの電話番号を、どうせドロシーがアシスタントが出ると思ったから、ジャッキーにかけたら、もしもしって言って、ワイルド出てきて、お、ジョッキーだと、サーダーだけど、サーダーだって、どこにいるみたいな。いや、空港ちょっと待って、誰かいないのみたいな。それで変わったと思って。ケインもいたの？ね、いや、もう誰もいなかったんですよ。一人でいたの？ケインはもうちゃんとみたいな。あ、じゃあケイン、別だった。あ、違う。あ、ケインだよね。あ、ケインと一緒だ。そうじゃん、違う時か。あ、じゃあ、ジャッキー・チェン映画祭じゃないです。失礼します。誕生日。60歳の。そしたらちょうど電話した時に、ジャッキー今忙しいとかって言ったの、当たり前、その時ステージでリハーサルで歌ってたから、出なきゃいいじゃないですか、電話出て、なんか電話出て、しかも片言の日本語喋ってるって。で、日本のスタッフがびっくりして、ちょっと、あれ、サナマンからじゃないって言われましたね。北京。そうそう、あれで、そう、誕生日、すごかったですけどね、あの誕生日のね、うん、何万人と集めて歌ったって言ったし、今彼だってすごいよね。いずれジャッキーさんは、いや間接的に名前が出て出まくってる、出てくるんじゃない。いや、どうなんですかね。いや、今はほら、まあ、コロナもあったり、いろいろと来ると、まあ、でも基本大好きだから、日本は。彼も周りが遅いからね。そうなんですね。で、特に今もう、ね、ちょっといろいろな周りのしがらみもあって、うん、前はしょっちゅう来て、しょっちゅう飲んでたんだけど、なかなか今ね。僕もだから、ジャッキーからの、個人的なビデオメッセージみたいなのがあって、これ使っていいんですけど、やっぱり周りがもう、うん、まあ、周りがって。プライベートですから、それは。だからまあ、その辺はね、まあ、だからジャッキーはまあお話だけに十分かかって。まあ、彼はビッグすぎるよね。そうですね、もう出ておられたらちょっと、ちょっと、重ったくなっちゃうから。なんか聞きたいことあるの？その最初から割と、その、ケニアさんって、こう、呼ばれるじゃないですか。いやいや、まあ、それは今日。でもこう、これだけの方であれば、まあ、ケンヤ君でもいいでしょうし、澤田君でもいいでしょうし、でも必ずこう、どの方を呼ぶときにも、下の方でも必ずなんかこう、すごく敬意を持って話されるのが素敵だなと思って聞いてました。まあ、完全プライベートだってね、その。いや、俺は自分の生徒はね、澤はつけない。それはそうですよ。それ以外はやっぱり後輩であっても、それはやっぱり当然だっていう。いや、おいケンヤとかっ
いや、まあそれでいいんですけどね、うん、それでお願いしたいんですけど、すごく丁寧に接していただいて、ジャッキー・チェン映画祭終わってみんなでわーってものすごい数で宴会があって、で俺とケインが端っこの方で飲んだり食ったりしてた。で倉さんはもうやっぱり審査員っていうのって、ね、周りからも倉さんって、あ倉さんいらっしゃると思って、でまあでもお忙しいだろうと思って男で食ってたら、倉さんの方からおいたいたって、いやすいません、こっちから行かないところ、行かなければいけないところを、お疲れっつって、あっ失礼しました。そういうとても素敵な、いやだからそういう人じゃないとやっぱりインターナショナルとか、その他の国の人から尊敬はされないよ。ジェットリーもやっぱり立派な男だよ。すごいですよね、この、ね、ジェットリーもね、本当にこう、真摯というか、やっぱあの辺まで行く人間は、やっぱ人間性がちょっとなんか、やっぱちょっと違いますよね。もう いろんな頭を持ってないといけないよと。そうね、ただの俳優だけだよ、うん、確かに、うん、あのマネージメントする力もね、持ってなきゃいけないし、セルフプロデュースとかね、うん、あとは何しろこう寄ってくる人が多いから、そのセレクションの目を持たない、そうですね、本当に間違っちゃう方向へ行く場合もいっぱいあるし ね、うん、いやもう本当にもう選び抜かれた、サングラス3つぐらいして寄ってくる人がいっぱいいるわ。撮っても撮っても大変そう。出てこない。本当は一つでいいのに。サモマンさん その朝のモーニングコールっていうのは、具体的には何のツールなんですか？あの LINE なのか、メールなのか。WeChat。あ、そのいつもサモハン使われてる。だってサモハン今、本土ですもんね。香港です、上海ですね。そしたらあの LINE は使えないから、向いちゃって。はい。それはあの、サンさん、声が届いてたじゃないですか。声自体が。声自体が入れられるよ。文章が。いや、文章だ。あの、いわゆるなんていうの、こう、毎日、おはよう。ボイスメモみたいな。いや、字で。あ、字で。朝鮮飯。朝鮮飯。あ、ワンフィア。お、毎日。毎日。いや、すごい。サモハングループにこう分かんないけど全部出してるんじゃないの、そのおはようっていうだけど受けたのも返してくるわけだから、6時だよ、相当早いよね、決まってるわけ、6時、日本の6時ですか、日本の6時ってことは向こうは5時です、ね、5時すごいな、それいつ頃からそれはもうだいぶ続いてね、普通はやんないね、俺なんかもできるかなと思うとなかなかねやんないっすよね、1週間ぐらいできたとしたら必ず筆返してる、逆に帰ってこないと大丈夫かなと思いますもん ね、 そう、帰ってこないとなかった勇気がないみたいな、いやなかなかもう親子だ、俺なんかにでも行くぞっつって、あの香港のタイ料理屋、男っぽいよね、男っぽい、ブルースリーと戦ってんだよあの人、肩組んでんだよ、その話知ってる、それはサモハンから聞いたんだけど、サモハンはタイに仕事で行ってたんだよ、それであの戦いのシーンっていうのはあのオープニングですよね、最後の取り出し、取り出しで、うん、ブルースリーが取り出しでやりたいって言って、それで誰かいないかって呼ばれたらしい、それでサモハンもノーブルースリーとって喜んでいったら、もっとノーギャルなんだよな、俺もいるのもあれだしな、ノーギャルなんですか、それじゃゴールデンハーベストですよ、同じ社内、もうはないわけですね、ブルースリーだし、あ、そうなんだ、あれ取り出しなんだ、すごい、ね、終わった後、そのシーン取りたい、ブルースリー、すごいね、すごい話だ、当時、ゴールデンハーベストの中に
自分の部屋持ってるのはブルースリー、うん、それでベンツの、あの SL 乗って、でその後ブルースリーが亡くなった後ジャッキーがそこにあの部屋です、ね、もうね、もうないけど、すごいんだ、ボロくて、そのスタジオが。だけど、そこのジャッキーの部屋入っていくと、そこだけもう別世界。あれは、あそこはそうか、ブルース・リーの。大丈夫。最後に、あの、沢田研也チャンネルという YouTube チャンネルなんですけど、今その登録者が350人ぐらい、400人いないぐらいいるんですけども、その皆さんに、あのまあ、割と沢、まあ、田研也を好きでいてくれてる人たちというかが日本にそれぐらいいるので、ちょっとあの一言ちょっとそのいただけると嬉しい、このカメラに向かっていただけると。研也チャンネルの皆さん、応援してよ。沢田研也ってのはなかなか立派な男だから、沢田研也をみんなで男にしましょう。よろしく。ありがとうございます。嬉しいですね。いやー、ありがとうございます。